とことんやり込む、どうも、なおちんです。さあ今日も妖怪学園 YYY 学園生活をやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは行きましょう。今日はね、 YY オープンキャンパスで新しいアイテムが出ました。入手したいと思います。で、12月17日にパッケージ版が発売されたよね。そこから始めたっていう人も少なくないと思う。で、その人たちのためにちょっとこのオープンキャンパスで入手できるアイテム、これについて説明します。それでは入手方法の説明です。まずはパソコンもしくは携帯電話から妖怪学園 YYY 学園生活のホームページ、もしくは妖怪学園 YYY オープンキャンパスのホームページ、これを調べます。 YY オープンキャンパスのサイトだったらばそのままでいいんだけども、 YY 学園生活のサイト、ここからでしたら一番下までページを送っていってください。そしたらば一番下の方に YY オープンキャンパスのリンクが貼ってあります。これをクリックして、開いてください。そうするとね、YY オープンキャンパスに飛べますので、ここでまずやってほしいのがレベル 5ID、 これだね、レベル 5ID を作ってください。まあ、この ID はすぐ作れます。家の人に頼んで、ちょっとやってもらえば 2,3 分で作ることができるので、まずはこのレベル 5ID っていうのを作ってログインします。そうするとね、学生証が作れるようになるのよ。学生証、これを作ると、ポイントを貯めれますね。ポイントの貯め方だけども、このサイトに、Y 学園校舎とかテニスコートとか書いてあるよね。これを見ると、30ポイントとかそれぐらいのポイントがもらえます。で、下の方にムービーとかリンク集があるでしょ。このムービーを見ると100ポイントとか、長いムービーになると300ポイントとかそれぐらいのポイントが入るようになります。で、リンクも一緒だね。リンクもこの公式サイトを見てくださいということで、これをクリックすると公式サイトに飛ぶので、それを、飛ぶだけでポイントが100ポイントとか300ポイントとかね、もらえるようになります。おそらくこのオープンキャンパスにある、クリックする場所すべてやってしまうと1万ポイントぐらいはポイントが貯まるのよ。1万ポイントぐらい、もうほんとすぐに貯まるのでやってください。で、そしてね、ポイントをアイテムに交換することができる、アイテムいくつかあって、ジバニャンの被り物、大盤振る舞いセット、ゴールデンワイルドマグナムのレシピ、ウィスパーの被り物、学園ジバニャンの召喚メダル、コマさんの被り物だね。これだけあります。で、欲しいものを、クリックして、で、そのポイントと交換でゲーム内で入手することができるようになるよ。でも一つ注意、このね、学園ジバニャンの召喚メダル、これはいらないからこれはいらない。なぜかって、普通に敵でも出てくるらしいし、ガチャでレベルが高いやつが出るんで、ここで取る必要はないです。取ったとしてもレベル100のジバニャンなんで、そんなに強くないのよ。なので、このジバニャンは俺はいらないと思う。ポイントが余ったならば、まあ取ってもいいけども、無理して取るもんじゃないんで、まあこれ以外を取るようにしてください。はい。では、オープンキャンパスで入手したコードがあるよね。アイテムをクリックするとポイントと交換でコードが表示されると思います。そのコードの入力方法だけども、メニューの連動お届け物、ここだね、連動のお届け物、これを押してください。で、ダウンロード番号入力、ここに行きます。そうすると
コードを入力する画面に行きますので、先ほどもらったコードをここに書き込みます。はい、そうしますと出たね、引き換え内容の確認、特設サイト交換アイテム F で、これを確定します。はい、でこれであとはソフトに戻るとアイテムを入手することができますね。あ、そうか、すぐじゃない、お届け物受け取りだ。お届け物受け取りの中に、アイテムが来てるので、あ、今来たね、追加コンテンツのダウンロードができました。でこれでいいです。ダウンロードするまでちょっと30秒ぐらいかかるみたいだけども、まあ、すぐに入手できますんで。でこれで、あった、これ特設サイト交換アイテム F、 コマさんの被り物ゲットです。はい、まあ、こういう風にしてアイテムを入手していってください。ちなみに俺が今入手したコマさんの被り物こういう感じです。いいね、あ、いいね、うん、今までジバニャンとかウィスパーがあったけど、コマさんが一番いいな。ジバニャンはどれだったっけ。あ、ジバニャンもいいけど、あ、でもコマさんがやっぱ一番なんかしっくりくる。うん、この学ランの色とかにぴったり合ってていい感じだね。はい、ということで今日はオープンキャンパスの使い方やってみました。まあ夏からずっとやってる人は入手方法知ってるかと思うんだけども、新しくねこの前から始めた人、こういう感じで入手することができます。で一度言いましたけども、ジバニャンね、学ランのジバニャン、学園ジバニャンか、あれは別に必要ないので、うん、余ったなーっていう人は入手してもいいと思う。まあなかなか余らないんだけどね、ポイントって。でも2500ポイントであれはちょっと良くないのでおすすめできません。あれ以外を入手するようにするといいと思いますよ。ではね、また出していきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録、高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。そいや。